皆さんこんにちは、証券ママです。今日はちくわの明太マヨチーズ焼きを作ります。ちくわに明太子とマヨネーズを混ぜたものを乗せて、チーズを乗せてトースターで焼いただけでとっても簡単です。おつまみに最高に美味しいので、ぜひご覧になって作ってみてください。はい、それでは材料です。まずちくわが3本、今日これ太めのちくわです。これね、細めのでしたら4本くらい、今1袋あの細めのちくわね、これ4本入りですよね。今これあの3本入りの太めのちくわです。普通のでしたら4本くらい使ってください。それから明太子がこれ小さめが2本で 30g くらいあります。それからピザ用チーズ、これ適量です。お好きなだけねかけてください。それから小ネギのね小口切り、これもねあの適量です。あとマヨネーズです。材料は以上です。はい、まずね明太子のですね身を出していきます。そしたらこれマヨネーズと混ぜていきます。はい、これもお好きな分量でいいですが、今日はだいたいこれ3本なのでね、これ半分にしてまあ6個作っていくんですが、大さじ2ぐらいですね。はい、そしてこれを混ぜます。これもねもう少しマヨネーズ多くてもいいですしね、これは本当にあの今日は適量でいいです。はい、こんな感じに混ざりました。はい、そしたらちくわを切っていきます。今日のちくわねこれ半分に切ります。これちょっと太めのねちくわです。トースターのトレーにですねこういった、今日はねこれあのくっつかない、これあのアルミホイルなんですが、これをもう乗せてしまいます。はい、こんな感じに乗せました。そしたらここにねちょっと多い、今日ちょっと多めなんですが、このねたらこマヨネーズを乗せていきます。今日たっぷりあると思います。はい、はい、こんな感じにねたらこじゃなかったですね、明太子マヨネーズをこのように乗せました。そしたらここにチーズですね、とろけるピザ用チーズ、これ適当で本当いいです。お好きなだけ乗せてください。はい、こんな感じにねチーズを乗せました。そしたらトースターで、そうですね、これがチーズが溶けて焦げ目がついたらもういいのでトースターで焼きます。今日はねこれあの全部これあの生で食べられるものなので、チーズさえね溶けて少し焦げ目がつけばいいです。じゃあトースターで焼いてきます。はい、こんな感じでね5分から6分焼きました。チーズが溶けて少し焦げ目がつくぐらいがいいと思います。そしたらこれね盛り付けます。盛り付けてからねネギをトッピングしたいと思います。はい、こんな風に盛り付けました。そしたらねネギの小ネギの小口切りを上にパラパラと乗せます。これ大葉なんかでもいいですね。はい、これでちくわの明太マヨチーズ焼きの出来上がりです。とってもね美味しそうにできました。はい、それでは出来上がったのでいただいてみたいと思います。とっても美味しそうです。はい、こんな感じです。はい、じゃあいただきます。ちょっと長いのでねこれ半分に切ってやってもね良かったかもしれません。お弁当なんかに入れるときには半分に切ってやってみてください。じゃあいただきます。うん。やはりねこの明太子とチーズとマヨネーズっていうのはとっても相性が良くて、これおつまみに最高に美味しいです。
これとっても簡単ですのでね、たらこでやってもらっても全然大丈夫です。ぜひね、簡単ですのでおつまみに作ってみてください。これね、お子さんなんかはたらこでやると本当に喜んで食べてくれると思います。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。他にもチーズ入りちくわの海苔巻き揚げのレシピの動画もありますので、概要欄に貼っておくのでよろしければご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。